クラクフ音楽アカデミーのズビグニエフ・ジェビエツキ。記念名版、ズビグニエフ・ジェビエツキは、ポーランドの音楽教師。ショッパンのピアニストとしても知られるが、20世紀の有名なピアニストを数多く育成したピアノ教師としてむしろ名高く、その影響は、著しい浸透力を持っていた。父親に、ピアノの手ほどきを受けた後、ワルシャーデオベルフェルトや、ピレツキに入門する。 大学進学のため1909年から1914年までウィーンに行き、同地のテオドール・レシェティツキーの教室で、レシェティツキーの助手、マリー・プレントナーに指示、ポーランドの都市やウィーンを中心に、プラハやベルリンでもリサイタルを行った。1915年に、ワルシャワ音楽院のピアノの上級クラスでの教授に就任し、没年まで指導に携わった。 ショパン国際ピアノコンクールの設立を補佐し、1927年の初回から没年までその審査員を務めた。第二次世界大戦後、とりわけユゼフ・トゥルチンスキの没後は、ポーランドで最高のピアノ教師とみなされた。カロル・シマノフスキからマズル歌手、作品50の第7曲と第8曲を検定されている。ありがとうございます。